ようこそ。柔らかい話が感じられるこの村の近年ですが、皆さんの気温ではいかがですか？そうですね、早く春の花が見たいですね。さて、この村もリスナーの皆さんからたくさんのお便りが届いていますが、はい、今日もその中から一部をご紹介しましょう。まず埼玉県の岡田信也さん、岡田信也さんに、偉大な金正恩総書記の誕生日2月16日の暦を防止節に際してお寄せになったお手紙をご紹介しましょう。2月16日は朝鮮人民と世界の信徒的人々にとって最もめでたい祝日である暦を防止節です。私もこの日を朝鮮の声とともに入院に迎えました。今年の暦を防止節は、父の朝鮮の初の水爆実験の完全な成功について、地球観測衛星観音三番4号機の打ち上げ成功という、世界を震撼させる劇的な時期に迎えたことで、共和国の祝日ムードはさらに盛り上がったことでしょう。暦を防止節を控えて行われた観音三番4号機の打ち上げ成功は、偉大な金正恩総書記に寄せる最大の弔状の贈り物であり、朝鮮の凡人と人民に大きな民族の誇りと必勝不敗の信念を与えた大きな出来事です。はい、その続きです。朝鮮人民皆が衛星科学者たちの奮闘ぶりに見習って、第7回党大会が開かれる勝利の5月を目指して邁進するものと信じております。暦を防止節に流された兵士の綿入れという番組は、兵士たちへの総書記の恩情が伝わる胸の温まる話でした。ある人民軍部隊を訪れた総書記が、兵士たちが着ている綿入れの厚さを大袋で測ってみ、兵士たちが寒さを感じないよう綿をもっと入れて厚くするよう教えたとのことです。この番組を聞いて、総書記の兵士への熱い思いやりを改めて痛感するものです。今回もリクエスト曲があります。金正恩将軍に栄光という新曲です。この歌をおのぞみ音楽の時間におかけくだされば幸いと存じます。暦を防止節を朝鮮人民と共に入院を迎えたという岡田さん、どうもありがとうございます。岡田さんがリクエストなさった曲は、3月24日のおのぞみ音楽の時間におかけしますので、どうぞよろしく。群馬県の小林重彦さん、小林重彦さんは2月14日付の受信報告が添えられたお手紙に、日朝両国関係は今悪化していますが、朝鮮の声放送とリスナーは永遠に仲良くしてまいりましょうと書いておられます。また東京都の広岡敦さんは、朝鮮音楽の高い水準に驚くばかりで、好きな吹奏楽の CD などを入手できる方法を教えてほしいという内容のお手紙をお寄せになりました。大阪府の山森健二さんは2月5日付の受信報告をしてから、その間風邪をひいて受信報告を書けなくてすまない。当日放送の日本の反動勢力の領土強奪の野望という論評が良かったというお手紙をお寄せになりました。そして大阪府の山崎忍さんからは、今年敬愛する金正恩元帥がまだ多神言の字に示された課題が一日も早く実行されて、朝鮮が早く共生国家になり、朝鮮の統一が阻められることを望むという内容のおはがきが寄せられました。山口県の伊沢富美さんからは、1月24日付の受信報告が寄せられ、また長崎市の古川勲さんと埼玉県の南波博さんからも受信報告が寄せられました。また兵庫県の向大治さんからは、2月6日付の受信報告とともに、音の紹介のコーナーで曲名だけでなく歌詞や内容の説明もしてほしいという意見が盛られたお手紙が届きました。
朝鮮の声放送を熱心にお聞きになり、朝鮮人民の引用を積極的に支持するだけでなく、また放送の発展に役立つご意見ご感想などの盛られたお手紙を送ってくださるリスナーの皆さん、どうもありがとうございます。リスナーの皆さんに改めてお礼を申し上げます。では今日はこの辺で、リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。百戦百勝の旗印をもたらした思想理論の業績。世界の進歩的人々は歴史の嵐の中で危機一層の旗を高く掲げて社会主義を守った偉大な金正日総書記の不滅の業績を高く称えています。ウクライナ戦軍の封建危機一層研究会のドニプロペトロボスク支部のグリゴリ・グレバ会長は、金正日総書記は危機一層を時代と革命発展の要請に即して豊かに発展させるための思想理論活動を精力的に展開する過程に多くの普及の著作を発表した。特に多くの国での社会主義の挫折を機に、帝国主義者が社会主義の完全な終焉を騒ぎ立てるとき、社会主義は科学であるなどの著作を発表して、社会主義に憧れる世界の進歩的な人々に自信と希望を与えたと語りました。ロシアの作家アレクサンドロ・ブレジノフ氏はこう語りました。多くの国が社会主義の思想を裏切りましたが、金正日総書記だけは社会主義の旗のもと社会主義を守りました。チンダルレ児童基金のチンダルレ・サファリニ会長は、金正日大元帥は独創的な思想理論活動で住権だけが国の自主権と尊厳を守ることができるということを明らかにした。社会主義著存が帝国主義者の悪辣かつ粘り強い共和国押しつぶし策動を粉砕し、勝利と栄光を轟かすことができたのは総書記の先軍政治があったからだと言いました。ミャンマーの新聞ザ・ニューエイジは、金正日総書記の先軍政治理論は帝国主義者の力の政策が日増しに露骨になっている状況下で、国と民族の自主権を固く守り、人民大衆の自主性をあくまで実現する百戦百勝の旗印となっていると書きました。世界の声でした。